私逃げてただけなんですけど、ありがとう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれや、あったあったあった。ちょ待って、どっち、こっちか。ほら、あっこに一つ目のハテナ。あ、あの人か。どの文かな、依頼。だから信じてくれよ、噂は本当だったんだって。そんなこと言われてもね。すみません。その噂ってひょっとして、ん、ええ、最近桜木ヒルズで話題になってるタプタプ池の人食い草っていう噂よ。男だけを狙って襲ってくる植物がタプタプ池にいるみたいなの。私は信じてないんだけど、この人その人食い草を見たんですって。君たちは信じてくれるよな。俺、人食い草に襲われてパクッと食べられそうになったんだ。お願いだよ、もし信じてくれるなら人食い草について調べてくれないかな。実際に襲われたんならね、信じてあげなよ。タプタプ池の人食い草、最近話題になっているという人食い草を目撃したお兄さん、桜木ヒルズにある大きな池の近くでパクッと食べられそうになったようだ。人食い草について調査してあげよう。オッケー。おお、もちろんです。人食い草について詳しく聞かせてください。ふう、信じてくれてありがとう。タプタプ池の人食い草は獲物が近くを通るまで姿を見せないんだ。うん、俺が襲われた時、あれは確かダイエット生活28日目の。あ、これひょっとして本題まで長いやつ。人食い草の話だけでいいんだけどな。端折ろうそこ。そういえば夏目、タプタプ池ってどこにあんの？めっちゃ話よりよ、お兄さん。タプタプ池は扇公園の近くの池のことね。ここに住んでる人たちはそう呼んでるの。あの池のことだったのか。という流れで、俺が池の周りを歩いたら、急に現れて襲いかかってきてね。大きな口がパックリと開いて、俺に噛みつこうとしてきたんだ。もしも逃げるのが遅かったら、今頃パックリ言ってたかもしれない。パックリ。でもタプタプ池ってかなり広そうだよな。3人で全部調べて回るにはちょっとな。広いんや、マジで。あの、タプタプ池のどのあたりですか？目印になるものがあれば助かるんですけど。池の排水溝。桟橋みたいなところってわかるかな？その近くの植え込みから一食い草が出てきたと思う。はい。あ、池の中からじゃないんや。池の排水溝の近くにある植え込みですね。ありがとうございます。よし！それじゃあ早速調査に行くぞ。タプタプ池の人食い草発生。クエストを進めてみよう。君たち頼もしいな。怪我しないように気をつけてくれよ。こういうのってさ、どうなん？本人を連れて行ってさ、なんか本人を連れて行って、なんか目の前で退治したりとか、そういうのせんかったら、全然、退治してきましたって言っても信用してくれんねやない。それでなんかお礼くれとか言われてもみたいなならん。絶対なると思うんやけど。だって普通に妖怪がいろんな人に見える世界じゃないもんね。おーっと、そっち。あ、ここタプタプ池。なるほどね。ちょっと待って、これ拾うから。クリームか。どの辺？まあ、詳しい場所までちゃんと連れてってくれるってこと？あ、そこか。完璧に細かい位置まで教えてくれるんやね。ありがとう。タプタプ池の排水溝の近くの植え込み。人食い草が隠れてるとしたらここかな。噂によればこの植え込みから出てきて男の人に襲いかかってきたんだっけ。妖怪に生じたとしたら今もまだ隠れているかもしれないな。そうね。うん、気をつけなくちゃね。まずは植え込みをサーチしてみよっか。どんな妖怪やろ。この世界やけんね。お、妖怪の気配がする。注意して調べてみよう。でっかー。思った以上にでっかかったんですけど。ガブリエルを見つけた。名前。この妖怪が人食い草か。割と想像通りの見た目って感じだし、きっとそうだと思う。この世界の妖怪は全部気持ち悪い感じだな。気持ち悪いかかっこいいかかな。悪い虫、残さず食べる。俺たちを食べる気ママみたいだな。二人とも来るぞ。なんで男だけなんやろね。女の子は好きじゃないの？はい、戦闘来たー。
バトルスタート。行くぜ行くぜ。あ、ワンピーがないんや。待って、はい、吸い取ります。 YP は何？必ずゼロの状態なの。もうシャドウサイドに変化した。いいっすね、いいっすね。あー、ちょっと待って、やられるやられる、私がやられる。ちょい待って、私たちの勝ちね。え、私逃げてただけなんですけど、ありがとうありがとう。あれか、アイテムは一番最初のストップウォッチングかなんかの時にしか使えんってことかな。あ、かもしれん。かわいい！どうした？ご迷惑をおかけしてすみませんでした。私はパックンと言います。ちっちゃくてかわいい！シャドウサイドの時と雰囲気が全然違うね。それにしても、どうして人を襲ったりしたんだ？それは、大切な人を守りたくて。要はさ、今ケイタたちがおる世界は、ライトサイドってことなんやろ？シャドウサイドじゃなくて。やっぱり、あれなんや、現代は可愛い妖怪ばっかりなんやね。大切な人？私が妖怪になる前、食虫植物だった頃、お世話になった女性です。妖怪になる前がちゃんとあったんやね、ここも。彼女に恩返しをするために、このタプタプ劇から守っていました。ふんふん。ですが、ある日突然彼女に向かって黒い矢が飛んできたんです。矢？それで私は思わず、思わずって、まさかその人を守るために。はい、一思いにパックンと。パックン。へぇ。女性をかばって矢に当たったんじゃなくて、矢を食べちゃったってこと？へへへ。黒い矢が私の好きな虫に見えてしまって、つい捕食行動しちゃいました。そういうものなのかな。その矢を食べてしまってから、どす黒い感情が込み上げてきました。彼女に近づく男性たちを、悪い虫と思い込み、襲いかかってしまったんです。ああ、なるほどね。その女の人のことが好きやったんや。それで人食い草の噂が広まったのか。黒い矢が女の人に向けられたものなら、犯人の目的って一体何なんだろう。まいったな。わからないことが多すぎて、黒い矢のことはすぐに解決しそうないな。よね、それを食べてどす黒い感情がってことは、誰かがその女の人を妖怪にしようとしたとかそういうことよね。え、怖い。人間にも影響あるの、それ。困ってる人は妖怪を助けていけば、きっと犯人にたどり着けるはずさ。桜本町の平和を守るために調査する。それが妖怪探偵団だろ。あの、よければなんですけど、私にもそのお手伝いをさせてくれませんか？お、仲間に？え？いいの？今回あなたたちにいろいろご迷惑をかけてしまいましたし、はい、私も大切な人が暮らしているこの町を守りたいんです。よろしくね、パックン。かわいい。パックンが友達妖怪に乗った。めっちゃいいやん。パックンはメインメンバーに入った。よろしくお願いします。今日からパックンも妖怪探偵団の一員だ。てかメインに入ったはいいけど、すでに3匹おらんかったっけ？気のせいかな。夏目さんに近寄る悪い虫退治、ますますはかどりますな。ミッチー、いつの間にそこにいたの？もちろんです。私は夏目さんのナイトですので、24時間見守っておりますとも。そう、気持ち悪い。はぁ、それは本気でやめてほしい。お？なぜ私を攻撃する？悪い虫と判断したね。すみません。つい体が動いちゃいました。まるでお手本のような悪い虫っぷりだったので。タプタプ駅の一食い草、バッチリ解決。4匹までいけるってこと？何匹までいけるの？妖魔武器大全上巻。これが報酬かな。なになに、あ、あの男の子か。転校生の。ん？桜の木？姫よ、どこにいらっしゃるんですか？何怪しい。ん？消えた。お？来たか、凍結。何？妖怪側の人間。これ最初に戦いよったやつやない。ここに。ね、あの、エンマ大王と一緒におった。どうだ、人間界の感想は。平和すぎて拍子抜けするだろう。はい。全くおっしゃる通りです。この世界に来てしばらく経ちましたが、街をうろつくのは低級妖怪ばかり。このまま例の計画を進めても問題はないでしょう。そうだな。期待しているぞ、凍結。もしかしてこいつ自体が妖怪なんだな。
ただいま戻りました、ハリア様。なんだ、また手ぶらで帰ってきたのか。使えないやつ。おい、貴様には重要な任務を与えていたはずだ。忘れたとは言わせん。は、私の任務は人間に生まれ変わった我らの姫を探すことでございます。それが夏目ってことかな、もしかして。はあ、そうだ、お前にもわかるだろ、姫が残した鬼桜の輝きがこの町におるってことか。我ら鬼族の姫は必ずこの世界にいる。復活の時を待っているんだ。悪い側？承知しております。お前に絵が使えるのではなかったのか。くだらぬ低級妖怪暴れさせただけではないか。こいつか。それは申し訳ございません。はあ、エコプが謝ってれば俺が許すでも思ってるのか。その女の人が姫やったってこと？いや、そんなメスともございません。ハリア様、どうか今一度私にチャンスを。それか、黒い矢を当てたら姫かどうかがわかるってことか。まあやってみたら、大した期待してないけどさ。妖怪にしか効果がない矢とか。容易にございます。次の日かな。おはようみんな。いいことをした次の日ってのは爽やかだな。それじゃ今日も怪奇案件をバシッと解決しちゃおうぜ。元気と、その前に皆さん、ちょっとよろしいでしょうか。ん？どうしたの、ミスパー。これから他の怪奇案件も解決していく中で、手強い妖怪との戦いも増えてくるでしょう。ですので、もっと妖怪の友達を増やすことをお勧めいたします。なるほど。確かに仲間が多ければ心強いね。ええ、それで私、こんな時にぴったりな、とっても便利なサービスを見つけておいたんですよ。サービス？レンタル妖怪みたいな感じ。サービス？何それ？そうそう、婚活。婚活というサービスです。婚活。詳しいことはこの近くのヨロズマートの近くにいるスタッフさんから説明していただけるそうです。へぇ。なんか友達っていうか、結婚相手が見つかりそうな名前だな。まあ、今の字が。まあ、詳しいことは話を聞いてみないとわかりませんけど。きっと魂を込めて、今節丁寧に説明してくれるんでしょう。今だけに。では、早速行ってみましょう。コンビニに。今だけに。そこは違うよ。ちょっと私さ、あれなんやけど。どこで何をするんだ？ここか？何これ何これ何これ、何が起こったのかがよくわからねえ。これは？これ何？ああ、そうか。で、こっちが、ああ、なるほどね。これは？ああ、日記か。なるほどね。あれ、他は？これは？ああ、待って、オートになった。違う違う違う。オートになった。一時停止。ん？違うな。あれ？これってさ、なんか、なんていう、妖怪の入れ替えみたいなのは、戦闘直前じゃないとできんってことかな。ちょっといまいち把握できてない。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかせっかくさ、ガシャで吹雪姫出したけんさ、吹雪姫を組み込みたいんやけど、よくわからねー。戦闘直前かな？多分。